国立青少年教育振興機構は日本、アメリカ、中国、韓国の高校生を対象に SNS の利用状況の調査を行いましたその結果、日本では趣味や興味のある話題の情報収集のために SNS を利用する割合が他の参加国に比べて15ポイント以上高い82.4%となりました。 その他の他利用目的でも推し活が36.7%、勉強に関する情報収集が46.1%で4カ国の中で最も高かったということです。